一部ネタバレ注意。はいどうも皆さんこんにちは、脳科学教育コンサルタントのクロスです。今回お話をする内容は私のただの趣味になります。ドラゴンボールスーパーブロリーを見た私の感想をですね、お伝えしようと思います。どのようなことを話すのかというと、まず今までのブロリーの映画と今作のブロリーの映画の違いはどんなところがあるのかなということに関してと、私が見た時に思った感想、あるいは泣きどころなんかあったのかななんていうところもちょっと解説したいなと。もう先に言っちゃうと2回ぐらい私泣いちゃったんですよね。2回も泣くとこあんのっていうドラゴンボール映画に皆さん泣いたことあります？ドラゴンボールの映画を見てて、まあそういうことですよね。じゃあどこで泣いたのかっていうお話もまあできたらなというふうに思います。そしてまあこういうのも見たかったなっていうのがもしあったとしたら、どんなところかということについて解説できればというふうにも思っています。よければ最後までご覧ください。でまあ、なるべくネタバレにはならないようにはするんでね、例えば最後どうなったのとブロリーってどうなんのみたいなことについては一切触れません。そこはもう自分の目で確かめてください。興味がない人はどのみちそのネタバレにも興味がないでしょうし、興味がある人はまあ多分見に行ってそして確認するでしょうし、だからまあそういうことですよね。必要以上に話すことはありません。まず、今までのブロリー映画っていうのはどういう、ブロリー映画っていうとなんか監督みたいになっちゃうんですけど、今までドラゴンボール古い方のブロリーをちょっと見たんですね。予習の意味を込めて、せっかく新作の方を見るんだったらまず復習からしないとっていうことですよね。で、ブロリーの映画っていうのは過去に3作出てるんですね。で、まあ、一応見ました私も。とりあえずね、でやっぱりそのいろんな名言だったりいろんな名シーンだったりっていうのがあるわけですが、やっぱり一部そういった名シーンや名言みたいなのがこのブロリー新作の方でもこっそり使われていたり、逆に過去の作品では弱虫だったベジータが今作ではかなり強気で、全く逆の行動をとっているなんていうのもちょっと面白かったりします。お、過去のブロリー映画ではこの瞬間もう泣いておしまいだなんて言ってたのに、今作ではもうドヤ顔で受け止めきってるぞ、やっぱり違うななんていうふうに思うわけですよ。そのベジータの成長もちょっと見れるということですよね。でじゃあまあ映画の構成から話しますね。映画はどういうふうな構成になっているのかというと、まず前半部分3分の1ぐらいは過去です。ブロリーや悟空やベジータそれぞれが生まれて、そしてどうなったのか、どのような経緯があって生き残っているのかというようなお話があります。でそれぞれ誰が誰に対して恨んでいるのかとかというようなこともしっかりと映像で分かるようになっています。で、他にもいろいろと私の中でちょっと意外だったなと、ちょっと価値観、ものの見方が変わったなと、サイヤ人に対するものの見方が変わったっていうのが、今までのサイヤ人の描写っていうのは乱暴者だったり非常に野蛮な人たち、戦闘を好むような恐ろしい集団というような描写が目立っていたのですが、今作ではサイヤ人というのはもちろん戦闘タイプのサイヤ人もいれば非戦闘タイプのサイヤ人もいるというような描写がしっかりと出ています。なおかつみんながみんな乱暴なのではなく、実は仲間と一緒にいるときは笑ったり楽しそうにしますし、たわいない会話だってしますし、また家族愛もしっかりとあるというのが結構大きな違いかなというふうに思いました。これはバーダック、つまり悟空の父親ですよね。バーダックの過去の他の映像なんかを見てそれと見比べるとちょっと面白いかもしれませんね。だいぶ家族愛が非常に溢れています。なのでちょっと見方変わりますよね。そこは愛情ちゃんとあるんだなと。サイヤ人っていうのはもうその厳しいスパルタ教育、戦闘に対する訓練ばっかりじゃないんだなという風なものの見方が一つ私としてはできました。もしかしたら中には、いやいや、そんな前からあったぞというふうに言う方もいるかもしれません。私は、もう今作が、それが非常に衝撃的だったので、まあ、印象に残りましたね。で、悟空はなんだかんだで地球に行くわけじゃないですか。で、その地球に行くシーン、つまり両親と離れ離れになるシーンで泣いちゃったんですよ、私は。かわいそうだなーって、もしこれが自分の子供だったらなーって、自分はできないだろうなーみたいな、でも仕方ないのかみたいな、と同時に今度は、いや、悟空って本当に恵まれた、里親に拾われて育てられてよかったなーって、つくづくそこでまた泣いちゃったんですよ。そんな描写は一切ありません、映画には。ですが、私は勝手にそれを脳内保管して勝手に泣いちゃいました。どうやら映画はもともとスクリプトだけで3時間分の映像になるぐらいの量だったのを、削りに削りに削って1時間40分にまとめたんですよ。でしかもその1時間40分を丸々ストーリーに当てるのではなく、半分近くがバトルシーンなんで、そのさらにもっと短い少ない時間でいろいろそれぞれのキャラクターディベロップメント、つまりキャラに対して感情移入できるように、それぞれの過去、それぞれの癖や好みや何なのかとか、どういういきさつがあったのかということをしっかりと、解説するのにまた少ない時間になっちゃってるんで、私としてはもっと欲しかったなっていう印象あります。もっとキャラクターデベロップメントをしっかり見たかったなと、もっともっと見せてよというふうに思いましたが、もしかしたらちっちゃな子供からすりゃ、そのもう話の場面なんかどうだっていいや、早く戦闘シーン見せろよとか、早く面白おかしいシーン見せろよみたいなふうに、なっちゃうのかもしれませんね。そういう意味では、ドラゴンボール初心者にはぴったりなのかもしれません。ざっくりとしたまとめとしてはいいんじゃないかなと思います。で、フリーザーが、これはもうすでに分かっているかと思いますが、フリーザーがサイヤ人の星を破壊するわけですよ。で、ほとんどが死んでしまうと。で、生き残った人たちは一部いて、たまたま他の星にいた他のサイヤ人の描写もちらっと一瞬出てきます。例えば悟空の兄の名前忘れちゃったよの兄だったラディッツだったり、ベジータも生きているし、また他にはナッパ、まだ髪の毛が生えていた頃のナッパですよね。髪の毛生えてたんやっていうふうに思いましたけどね。最初生まれた瞬間からつるっぱげだと思ってたんで、自分で剃ったんでしょうね、後半から。そんなことはさておいて、でいや、他にもちょっとどんな意外性があったのかなということに関してなんですが、ブロリーですよね。敵役のブロリーというのが非常に感情移入できるように作られています。ブロリーのことをもっと好きになったというふうに言う方多いんじゃないかなと思います。過去作品のブロリーっていうのは、ただただ強い、どこか中にがかったキャラ設定っていうのが良かったんですよ。最初はうつうつとした表情から覚醒をして、怒りによってもう狂戦士バーサークに目覚めると。そしてむちゃくちゃ強い、誰も勝てなかったみたいな描写が、やっぱりその中二心をくすぐったわけですよね、多くの子供たちを。今作では、多少そういった要素を残しつつ、でもかなり人としてかわいそうだなブロリーもって思えるように作ってあります。ブロリーも実はかわいそうなやつなんだと、実はこういうことがあって、不適切な育児もあって、パラガスもそこそこ悪いやんけって思えるようになりますね。パラガスっていうのはブロリーのお父さんなんですが、そのブロリーのお父さんに対してはちょっとなんかなーって思うように作られていて、なおさらその対比がはっきりしてるかなと。あと悟空とブロリーの対比も面白いんですよ。悟空の場合、その本物の両親から離れて、里親、しかもすごくいい里親に育てられて、ぬくぬくと気持ちよく楽しく仲間たちと暮らすわけですよ。一方ブロリーっていうのは他の人がいない、お父さんとブロリーの2人しかいない、そんな、ところにどうにか逃げるわけですよね。で、救難信号を、何十年も送り続ける状態で、その過酷な星で生き抜くわけですよ。ブロリーが唯一友達になる化け物がいるんですけど、その化け物とも仲良くなることを許されないわけですよ、お父さんからは。で、お父さんはとにかく戦闘訓練、ひたすらベジータの復讐のためにブロリーを鍛え上げるんですよ。つまりブロリーはもうどちらかというと、なんか知らないまま鍛えられていると。戦闘センスは非常に高いし、適応能力は学習能力は確かに高いものの、どちらかというと道具としてしか扱われていない、俺の復讐のためにお前を鍛えているんだぐらいの感じしかないんですね。なのでブロリーはそういう意味ではかわいそうであると。本当だったらもっと優しくてもっと楽しい環境で仲間たちとぬくぬく過ごしていた方がブロリーのためだったんじゃないかっていうようなふうに思えるんですね。で、他にもいろんな、シーンがあるんですが、例えば、ベジータとブロリーが戦うシーン、悟空が助立ちするシーン、そしてフリーザーもブロリーとなんかこう戦ってるようなシーンもあったりするんですよね。なんでブロリーとフリーザーは戦うんだろうというような部分に関してはそれご覧いただけたらというふうに思います。で、とにかくドラゴンボールが今作品では出てきます。7つ揃ってシェンロンが出ます。一体なぜ集めていたのか、そして集めて、そしてシェンロンを出してどんな願いを叶えてもらったのかということについても、これはまたぜひ劇場でご覧いただけたらというふうに思います。これはやはりかなりネタバレにつながってしまうんでね、このシェンロンがあったから、こういう結末になったんだなということが分かります。あと逆シーンにも使われてますね。ブルマとフリーザ、実はどちらも自分の理由があってドラゴンボールを集めようとしてたんですよ。個人的なちょっとあるお願いをしようと思って、じゃあそのフリーザ、そしてブルマは一体どんな願いを叶えようとしたのか、この辺もまた見ものなんじゃないかなというふうに思います。他にも興味があったところは、ブロリーがもしじゃあ破壊神と戦ってたらどうなってたんだろうっていう、要は強さですよね。この強さに関して一体どこまで成長していたんだろうということが気になりますよね。例えばウィスとなんかこう戦ってんのか戦ってないのかよく分かんないけれど、そういうなんか画像が出回ってたじゃないですか。じゃあ、ビルスはどうなんだろうと。もしビルスと戦っていたら、ビルスは勝っていたのか、それとも負けていたのか、その辺についても悟空がポロッと一言言います。きっとこうだっただろうと。でとにかくこれがようやくブロリーがその本作、つまりアニメの延長線上に出てくるっていうのはすごく画期的なんですよね。ブロリーは今までその映画のオリジナルキャラクター、つまりパラレルワールド扱いだったのが、今作ではちゃんとアニメの中のキャラクターとして扱われているので、今後アニメでも出てくる可能性がもしかしたらあるのかなとかないのかなとか、その辺も踏まえた上で、ちょっと見守っていきたいなというふうに思いますね。果たしてブロリーは、やられてしまうのか、恨みつらみを、強くしたままもう暴走状態になってしまうから、なってしまうのか、それとも死んでしまうのか、その辺もいろいろと、もしかしたらドラゴンボールで生き返らせられるのかもしれませんね、ブロリーを。というふうな感じで、わざと紛らわしい偽ネタバレと本ネタバレをこう混ぜて、どっちがどっちか分からなくしました。その方がいいですよね。他にもなんか面白いことあったかな。そんな感じですかね。私としては、その辺が興味ありました。戦闘シーンに関してはですね、確かに迫力があって映像としては飽きが来ないように作られていました。過去のブロリーの作品だったらやっぱ飽きが来るんですよ。もうやっぱり退屈、似たようなシーンばっか続くんでね、カメラワークもなんかこうダイナミックな演出がないですし、一方で今作の、映像ではかなりダイナミックなシーンが出てきます。一瞬ブロリーの視点から悟空と戦うシーンなんかあって、そのシーンはすごく興奮しましたね。おお、まるで自分がブロリーで悟空をボコボコにしてるような気がするぞ、すげえっていう風になるんですよ。他にもやっぱり最近の映画のこのカメラワークっていうのをふんだんに取り入れてるんで、飽きが来ないようにちゃんと見られるように作ってあります。一つ何か気になることがあるとしたら、非常にやっぱり要は刺激ですよね。音の刺激と視覚的な刺激、聴覚的な刺激っていうのは両方なかなかなものになってきます、後半は。なので私としては大画面で見るときはちょっとうわーってなっちゃうし、すごすぎてちょっと処理が追いつかないよ、俺の耳と目では、みたいな感じでしたね。なので私はどっちかというと DVD か何かでちっちゃい画面で普通のこれぐらいの画面で、マイペースに見てるのが私は心地よいかなというふうに感じました。という感じですね。とにかくなるべくネタバレしないように、仮にネタバレにつながるようなことを言ったとしても、偽ネタバレで、もう噛み倒しやな、偽ネタバレで対応するというような裏技を使って、かなり分かりにくくしてできたんじゃないかなと思いますが、基本的にはいいんじゃないかなと思います。だいぶよくできていると思います。なのでおすすめですよ。また興味があったらご覧ください。それでは。